青木由美と佐々木千秋の愛され召し上がれ。皆様お元気でしたか？お料理カウンセラーの青木由美です。皆さんこんばんは、女優の佐々木千秋です。さて始まりました、愛され召し上がれ。この番組は婚活は料理レシピ作りとカウンセリングからをコンセプトに、料理カウンセラー青木由美さんがラジオを聞きの皆さんに分かりやすい婚活の方法、お料理のレシピ、最新便利調理器具情報など、料理と婚活、そして青木由美さんの魅力、そして私佐々木千秋のこだわりなんかも盛り込んだアラサー女子目線のトレンド情報満載な番組となっております。早速なんですが、今注目の料理カウンセラー青木由美さんの略歴をご紹介させていただきます。青木由美さんは千葉県のご出身で、調理師専門学校を卒業し調理師免許を取得。その後専門学校でアシスタント講師としてご活躍の後、2012年に起業されました。料理はコミュニケーションと考え、料理の作り方だけを教えるのではなく、料理を作る時間管理術、冷蔵庫の中身で料理を作れるようになる調理理論を指導され、全く新しいスタイルの婚活方法を提案する愛され飯を確立されました。現在は食を通じて女性が心、時間、経済の豊かさを得られ、安心して子育てができる日本の未来のために活動中でいらっしゃいます。ありがとうございます。そして今お話しさせていただいております、私佐々木千秋と申します。普段はドラマや映画に出演させていただいたり、佐藤製薬様、リゾン様、他の CM などにも出させていただいております。その他ここ市川うらら FM さんで言霊アラカルト、ファントレタイムという番組でもレギュラーパーソナリティを務めさせていただいております。さあこんな2人でですね、今回も楽しんでいきたいなと思います。ね、皆さんに料理とか婚活などについてお伝えしていきたいと思っております。それでは初めのコーナーは、冷蔵庫の残り物3段活用のコーナー。このコーナーは冷蔵庫に残っている食材をもとに、誰でも簡単に作れる追加の一品についての簡単なレシピを紹介していくコーナーです。そして残り物3段活用ということで、一つの食材に対して3つの簡単な料理レシピをご紹介させていただきます。それでは由美先生、今回の食材は何でしょうか？今回はこれからが旬のナスを使った3品のレシピを紹介していきたいと思います。ナス、ね、確かに ね旬ですよね。はい、美味しいですよね。やっぱりね、夏で体がこう熱くなりますので、体を冷やしてくれる食材になっていますから、はい、完成のね写真を見たいという方はですね、はい、インスタで青木由美か愛され召し上がれで検索してください。はい、今回の3つ、まず1つ目はナスの甘辛炒め、はい、2つ目ナスのレンジ蒸し、レンジ蒸し、3つ目ナスのチーズ焼きです。チーズ焼き、じゃあまず1品目から、はい、ナスの甘辛炒め、はい、ナス2本、しめじ、ごま油、お酒、醤油、みりんは各大さじ1杯用意してください。大さじ1杯ですね。まずはナスを 1.5 センチ幅の輪切りにします。はい、次にフライパンにごま油ちょっと多めに敷き詰めてもらって。多めですか？うん、そしてですね、火をつけて、はい、ナスの両面を中火で焼き色つけていきます。中火ですね。そしてですね、はい、しめじを入れて炒めてもらったら、はい、お酒と醤油とみりん各大さじ1杯ずつを入れていきます。はい、そうするとですね、だんだんとろみがついてきますので、はい、とろみがついたら完成です。このとろみって、そのお酒とか醤油とか、その調味料でとろみが出てくるんですか？そうなんです。この調味料だけでとろみが出てきますの で、見てるとね、だんだんとろっとしてきたなっていうのが見えてきますのでね。あと先ほどその火加減、中火とおっしゃってましたけど、ね、中火がやっぱこういいんですか？そうなんですよ。これね、はい、強火にするとどうしてもお野菜がやけどするような状況になってしまうので、はい、中火でじっくりじっくり火を通していくと美味しく仕上がります。そうなんですね、知らなかったです。これね、お料理全般そうですので覚えておくと便利ですね。皆さん覚えておきましょう。じゃあ2品目いきます。はい、ナスのレンジ蒸し、ナス2本、みょうが1本、ポン酢、はい、この3つで作っていきます。美味しそう。まずはみょうがを縦半分に切って細切りにします。はい、次にナスのヘタを切り落として1本ずつラップで包んで電子レンジで3分加熱してください。はい、そしたらですね、そのまんまもうラップついたまんまお水に漬け込んでもらって、はい、冷めたらラップ外して食べやすいサイズに切ってください。はい、そしてポン酢と和えたらお皿に乗せて、上にみょうが乗せたら完成です。
これですね、はい、あの包丁で切らずに手で裂いていくとですね、はい、味が染み込むので、はい、裂いていっても OK です。え、手で裂くんですか？え、ナス柔らかいので手で裂けるようになってますのでね。あ、そっか、ちょっと冷ましてるから熱くなく裂けるんですね。熱くなく裂くことできますね。そして3品目に行きます。はい、ナスのチーズ焼き。はい、ナス1本、とろけるチーズ、オリーブオイル大さじ1杯、塩コショウです。おお、すごい簡単にできるんですけれども、はい、まずですね、ナスを縦1センチ幅で切ってもらって、はい、表面にオリーブオイルをまんべんなく塗っていきます。はい、次に塩コショウしたら、はい、チーズを乗せてもらって、はい、トースターで焼いていきます。あ、トースターで焼くんですね。もうそのまんまですね、入れてもらって焼き色がついたら完成ですので、はい、簡単ですね。簡単にできちゃいます。なんかこのナスとチーズって私の中でこのシンクロというかリンクしなくて、なんか美味しそうというか爽やかそうな感じですよね。これイタリアンだとチーズ結構使うことがあるんですけれども、このね、ナス油を吸ったりすると柔らかくなってトロトロで美味しくなりますので、ナスの、あの油分全部吸って余計にトロっとしてくれます。ちょっと試してみよう。そしてね、ナス、はい、あのどうやって保存したらいいのって聞かれることがあるんですけれども、これ悩むんですよ、これお野菜全般に言えることなんですけれども、はい、あの冷蔵庫に入れて保存するお野菜は、はい、新聞紙にくるんで保存するのが、まあ、一番ねベストではあるんですよ。ただし、はい、新聞紙で全部の野菜くるんでいくと冷蔵庫開けた瞬間にこう新聞紙だらけで何が入ってるのか分かんなくなるじゃないですか。確かに。ですので、まあ、私はね、あの野菜すぐ使うっていうことを前提にして、はい、あのポリ袋に入れて冷蔵庫に入れて保存してます。はい、外気になるべく触れないように。そうなんです。冷蔵庫の中入れておくと風がね、こう冷蔵庫の中で回ってますので、はい、それでお野菜すぐダメになっちゃいますから。そうなんですね。袋に入れておくのが一番ベストですね。保存方法ね、これなかなか教えてもらわないと分かんないことだったりもしますから ね。 そうですね。なるほど。今回はね、このナスということで、まあ旬の野菜ですよね。先ほど、ね、おっしゃっていただいたように、でなかなかこうナスってね、あのいろいろ使いたいけど、こうバリエーションね、どういう風に増やしたらいいかみたいな、悩みますよね。毎回同じになっちゃったりとかしちゃうんですけど、ね、今度は蒸したり炒めたり焼いたりと、今回3パターン出てきましたから、ね、はい、出てきましたね。こう食卓に毎日出てもこれはナスバレないですね。いいですね。毎日ナスが食べられます。そうですね。いや、もうちょっとね、楽しい季節になってきましたので、はい、ちょっとまあ楽しい、ね、暑い季節になってきてましたので、ちょっとね体を冷やすためにナスね、ぜひ活用してほしいですね。いきたいと思います。ありがとうございます。いかがだったでしょうか。ぜひ近々皆さんの食卓にナスを使った追加の一品並ぶことを期待したいと思います。以上、冷蔵庫の残り物3段活用のコーナーでした。ランクザ調理器具。続いてのコーナーはランクザ調理器具ということで、このコーナーは各種通販サイトなどを参考にし、独断と偏見で毎月のおすすめ料理調理器具について青木さんからご紹介いただくコーナーです。今回は何でしょうか。そろそろね、暑くなってきましたので、はい、今回はですね、家庭用の電動式かき氷器をテーマにしました。はい、お、夏ですね。そう、かき氷ね、大好きで食べ歩く方っていうのも結構いらっしゃると思いますけれども、はい、あの電動式と手動式の2種類がありますが、今回はね、はい、電動式で3つご紹介していきます。嬉しい、楽しみです。まず第3位、はい、貝印さんのカイハウス本格かき氷器、アマゾンで税込み13,71円です。お、結構ね、そうですね、本格的な本格的なものなんですけれども、ね、はい、これは製氷カップが二重構造になっているので、はい、ゆっくりと凍っていきますから、その分ですね、はい、透明度の高い氷を作ることができるそうなんです。で、透明度の高い氷が作れると、はい、あの削った時にふわふわになって、はい、口当たりが良くなるということで、ちょっと本格的なかき氷器ですね。あ、なるほど。次、はい、第2位、ツインバード工業さんの、はい、ルナルナフローズンスイーツメーカーです。なんか可愛い名前。可愛いね、女性らしい感じの名前ですよね。はい、こちらアマゾンで税込み4135円の商品です。
こちらの商品は、はい、氷だけではなくて冷凍フルーツも削れるそうなんですよ。そうなんですか。これねいいですよね。これからの夏パイナップル凍らせたりですとか、ね、さまざまなフルーツで作れますが、はい、あの刃の高さを調整して、はい、ふわふわにも、あの刃物がですね、うんうんうん、有名なあの新潟県の燕三条という場所で作られていて、はい、包丁とかでも結構ねここの燕三条で作られたもの有名なんですけれども、はい、あの切れ味がいい刃を使っていますので、はい、刃が長持ちしてくれると。それは嬉しい、ね、こちらあの長く持たせたいなという方にはおすすめの商品です。なるほど、いいですね、冷凍フルーツ ね、うん、そして第1位、はい、同志社さんの電動ふわとろ雪かき氷機です。同志社さんの電動ふわとろ雪かき氷機、はい、こちらですね、はい、Amazon で税込み3664円の商品なんですけれども、はい、あのインターネットでねいろいろなサイト見てても、どこのサイトでもおすすめとして紹介されている商品で、うん、結構人気の商品なんですよ。そうなんですね、こちらはですねあの内部パーツが全て分解できて、はい、洗いやすいということで、はい、まあ、お母さんにも嬉しい商品ですよね。嬉しいですよ、これはね。そしてですねあのふわふわの食感のかき氷が好きっていう方もいれば、はい、シャリシャリの食感のかき氷が好きという方もいると思うんですけれども、うんうんうん、こちら刃の高さを調整することで両方とも作ることができるということなんですね。そうなんですか。これちょっと嬉しいですよ ね、ご家族でもねやっぱシャリシャリがいい人と、ね、ふわふわが好きな人とね分かれますからね。どっちも食べられますからね、これからやっぱり暑い夏でちょっと外でかき氷食べようかななんて言った時もお家にねこういったかき氷機があると、はい、お家でいろんなシロップ揃えてね食べるなんていいですよね。なんかいいです ね、そういうのやってみたいな。おすすめ私ですね、はい、あの同志社さんのふわとろのかき氷機なんですけれども、いろいろなねこう味を試してみて、うん、ふわふわが好きかシャリシャリが好きかって一番最初分かんないと思うので、はい、両方やってみるなんていうことがいいと思うんですけれども、はい、好きなシロップ、うん、ね、はい、これでねぜひぜひ夏を楽しんでみてもらいたいなと思ってます。そうですね、やっぱりこうシロップもねいろんな味ありますからね。ありますからね。実はこうオレンジジュースが一番合うとかね、なんかこう自分でこうね探っていくのもまた楽しいですよね。好きな味あります？好きで、まあ、いちごですかね。定番ですけど。いいですね。はい、いちごが私意外と練乳が大好きで。美味しいですよね。この組み合わせは最高なんですよ。ですよね。ねえ、もう夏ということで、もう本当にね、季節限定にはなってしまいますが、夏だからこそ、このかき氷ね、ぜひ皆さん家庭で今年の夏は楽しんでみてはいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。以上、ダンクザ調理キングのコーナーでした。千秋のぜひものソング。さて、このコーナーはぜひものソングということで、何のぜひものかと申しますと、ズバリ恋愛です。例えばこの楽曲を聴けば婚活や恋愛が成就するのではと、私佐々木千秋が勝手にセレクトした楽曲を紹介し、毎月放送がある2回ともかけさせていただくコーナーです。今回はですね、エブリリトルシングさんのフラジールという曲を選ばせていただきました。いい曲ですね。はい、懐かしいですよね、うん、そうですね、この曲なんですけれども、まあ、あのすごくこう恋愛の、まあ、番組の主題歌にも、ね、なっていたんですよね。よく聞いてました。はい、というところもあって、まあ、選ばせていただいたんですけれども、まあ、あのちょっと、ね、恋したりね、恋愛中ってどうしてもね相手があることなので、どういう言葉をかけてあげたらいいだろうって自分の中で ね悩んじゃったりすると思うんですよ。私もそうなんです。あの好きなのに好きと言えない言葉がちょっとね、うん、こう不器用で邪魔になっちゃうなんてね、歌詞もここの中にね含まれてましたので、うんうんとこの年になってもやっぱりそう思うんですよ。そうですね、うん、なのでね、まあなかなかこう愛しいなんてね言い慣れてないと思います。皆さん恥ずかしいですよね。そうですよね。なんですが、まあ今なら言えるよというね、そういう関係性がいいかなと思って、ね、深いですね、うん、こうね改めて、まあ、言葉ってそうかななんてね、
相手ありきのコミュニケーションだとは思うんですけど、なかなかね好きという気持ちが邪魔して言えないこともあると思います。なのでね、ぜひ、まあ、ちょっと懐かしい曲になりますが、皆さんね、あの当時のことを思い出しながら、そして初めて聞かれる方は ね、あ、こんな曲があったんだなんてね思っていただけたらいいなと思いまして選ばせていただきました。改めまして、今お聞きの番組愛され召し上がれ、担当は青木由美と佐々木千秋でお送りしております。続いてのコーナーはラジオで婚活のコーナー。このコーナーは料理を通じて婚活カウンセリングを実践されていらっしゃる青木由美さんが、将来そして現在婚活しようと考えている女性およびその親御さんなどに向けて、そのポイントと思わずしてしまう間違いなどについてもですね、実際のカウンセリング経験をもとにアドバイスしていただくコーナーです。それでは由美さん、今回もよろしくお願いいたします。今回のテーマなんですけれども、はい、思ったことを言った方がいいのかどうか、うん、これがテーマになっております。思ったことを言えなくて、うん、はい、まあ、我慢とかずっと不安を抱えてるっていう方もいると思いますし、まあ、思ったことを言って喧嘩になったりとか、うん、あとは面倒だったなんていう経験をね一度してしまって、はい、その結果言わなくなってしまったなんていう方もいると思いますし、はい、まあ、思ったことを言ったことで相手傷つけちゃったとか、うん、怒らせちゃった、だからうまくいかなかったなんていうね、さまざまな場合があると思うんですけれども、はい、今回ご紹介していくね、女性なんですが、当時32歳の会社員の方なんですね、はい、で彼女はカウンセリングをしていた時にですね、お話ししてくれたんですけれども、まあ、思ったことを彼に言わずにずっと我慢をしててですね、はい、で彼からの言葉とか態度、これが冷たくてちょっと辛いなと感じてたそうなんですね。で彼の態度をちょっと変えていきたい、はい、もっと優しくなってもらいたいということを考えてですね、はい、思ったこと言いたいんだけど、言ったら喧嘩になるからどうしようと思って悩んでたんです。はい、まあ、彼女の場合はなんですけれども、言いたいことをそのまま伝えているから彼が責められると感じていて喧嘩になってたんですね。なるほど。まあ、伝え方にちょっと問題があったので、そこを少し変えてもらいました。これですね、はい、ただ思ったことをそのままね伝えた方がいいというものではないんですよ。なるほど、そうなんですね。これですね、はい、自分の感情をそのまんま伝えたとしても、相手はどうしてほしいのかが分からなくって困っちゃうっていうこともあるんですね。あ、そっか。ですので、まあ、あなたはという言い方、まあ、伝え方をすると、はい、責められてるように感じちゃうので、はい、私はという主語でお話をすると、思ったことを言っているだけ、伝えているだけって相手が感じてくれるんですね。ああ、そうなんですね。まあ、例えばなんですけれども、はい、ね、同じこう遅刻をしてきた理由を聞く場合、はい、ね、こちらも一つ目、はい、なぜ遅刻してきたの？2つ目、遅刻してきた理由を教えてほしい。この2つだと伝わり方って違うんですよ。確かにそうですね。1つ目だとどうしても、なんかなぜ遅刻してきたのってこう責められてんのか怒ってんのかなって感じてしまうんですね。はい、ですので彼女にも伝え方の工夫をしてもらったところ、まあ、彼がとっても優しくなってきてですね、将来の話がどんどん出てくるようになったんですね。そうなんですね。今回のポイントなんですけれども、はい、全く違う環境で育った人同士が付き合っていくわけなので、まあ、どちらかがねこう譲るのか、はい、またはお互いに思ったことを話して妥協案を出して付き合っていくということになるんです。はい、なので相手に伝わる伝え方をしていきましょうというのがポイントになります。なるほど、そうなんです ね、 ね、言葉ってなかなかね、先ほどの歌の歌詞もそうでしたけれどもそうです ね、 ね、言葉にねするっていうのは難しい、ね、同じことを ね、 ね指していたとしても伝え方次第で変わってきますからね。これはね本当にとっさに出ちゃう一言なので、使ってしまってる方多分いらっしゃると思うんですよ。私も多分出ちゃうと、なんで怒られた、怒れたのとか聞いちゃうと思うんですよね。
普段からの ね口癖っていうのもありますしね。私も昔ですね、はい、ちょうど女子高生だった頃とかに、超なんとかって言いましたからね。言葉がですね、はい、一般的にとてもよく使われていましたので、この超なんとかっていう、はい、超をこう取らなきゃいけないっていう時が一番大変で、うんうんうん、他の言葉に言い換えて同じ意味を伝えるというのは結構勉強になりましたし、はい、ああなんか一つで言葉一つで全然違うんだなっていうのは実感したことがあります。そうなんですよ、超がね流行った時代なんですよ、この私たちの年代っていうのはね。ちょうどそうですよね。何でも超つけてましたからね。それで済んでましたからね。そうなんです。でもね、恋愛だったりとか相手がね、はい、どう受け取るかっていうところで、こう言葉の意味が変わってきちゃいますからね。そうですね、まあ、恋愛とまた流行り言葉とかそういうのとまた違ってきますからね。そうですね。なるほど、すごくね今回も勉強になったなというふうに思いました。やっぱりこうなんかこう私はというふうにしてお話ししていくことによって優しいってやっぱり彼も思ってくれたっていうのがね。そうですね、ちょっとあそうなんだって私も思いましたね、やっぱ主語をちょっと変えるだけで ね相手も変わりますって。なるほど、すごくね勉強になりましたよ。よかったです。皆さんもぜひ参考にしてみてください。ありがとうございます。はい、もっとですね詳しく知りたい、じゃあ青木さんのところで実際に勉強してみたいとお考えの皆さん、ぜひですね愛され飯協会で検索してみてください。以上ラジオで婚活のコーナーでした。皆さんもうエンディングのお時間ということなんですが、今お聞きいただいております愛され召し上がれは毎月第2、第4火曜夕方6時からお送りしておりますので、ぜひこれからもお聞きいただければと思います。由美さん、今回の放送を振り返られていかがでしたか？いや、言葉ってすごい大事だなと。この私ね、この毎回ラジオでお話しする時にも、はい、言葉って難しいけれども面白いなって毎回感じてるんですよね。はい、いや、私のまあ、SNS だったりとか、はい、あとはインスタ、Facebook なんかでもね、毎回言葉を頑張ってこう考えながら発信をしておりますので、はい、ぜひこの番組でですねご紹介させていただいているお料理なんかもね、はい、アップさせていただいてますので、はい、ぜひチェックいただければと思います。いやもう本当にねインスタグラム青木さんのね素敵な本当に素敵なお料理が並んでおります。もう私は素敵と思いながらねいつも拝見させていただいてるんですが、まさか残り物で作ってるなんてとかね、結構驚きです。ぜひね皆さんもねチェックしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。そして番組ではお聞きの皆様のご感想ご意見ぜひお送りいただければと思いますので、宛先をお伝えいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com 愛され召し上がれまでお待ちしております。それでは愛され召し上がれ、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は青木由美と佐々木千秋でした。では皆様、愛され召し上がれ。